海と像海とが大事を書いた台北市の行天宮、海とは、新末から中華民国にかけての政治家、軍人、諸家、文化人、教育家、ジャーナリスト。中国同盟会以来の古参の革命派で国民政府の観察委任長として知られる。名は、白純だが、一般には、字の右人を用いて呼ばれる。筆名は、新州九州、騒ぎ心。 台風、白化、太平老人など、多数ある。祖籍は、先生小西安府慶応圏。1903年、希望家巨人となった。しかし政治を風刺したとして、新朝の指名手配を受け、翌年から上海に隠れ住んだ。新丹学院に入学後、学友と共に、副丹工学を創設した。1906年、日本に留学し、 中国同盟会に加入した。帰国後の1907年4月、上海で新州日報を創業し、社長となる。この他にも、民庫日報、民立法などを創始し、革命派の言論、思想を発信した。1912年1月、南京で中華民国臨時政府が設立されると、交通部次長に任命された。翌年3月に、 総教人が暗殺されると、遠征外打倒のために二次革命などに参与した。五法運動が開始された1918年に、故郷へ戻り、故慶浴と共に、先生やスクニ軍を組織して、海人が総司令となった。1922年5月、海人は、上海に移る。そしてハスワエともに、国立上海大学を創設し、海人が校長となった。 1924年4月、中国国民党第一期中央執行委員に選出された。同年12月に孫文に随従して北京入りしている。1926年9月、海とは氷玉賞による語源受け師に参加し、先制小政府主席となった。翌年、国民貫軍中戦争司令として、北伐に交往する準備を整えた。4月、 紹介席が南京に国民政府を創設すると、うは国民政府委員、軍事委員会常務委員に任命された。1928年2月、新経営委員長に任命される。1931年11月、観察委員長に任命され、以後死去するまで30数年にわたり、この地位に終身あり続けた。国民党でも、 1> 第1期から第6期まで一貫して中央執行委員に選出されている。また、1938年には国防最高委員会常務委員に任ぜられた。1948年、海トは副総統選挙に出馬したが敗れた。国境内戦が終盤に差し掛かった1949年に、うは台湾へ逃れている。翌年に、 国民党評議委員を兼任した。1964年11月10日、台北市で死去。去年86、うは、政治家として活動する一方、文化人としても知られ、書、監視などで優れた作品を残した。ありがとうございます。